この番組は今日もスポンサーの提供だ。お疲れ様間違えた。はい、ということで始まりました。皆さんどうもこんにちは、マイスクリーム講師のデスノニ様でございます。ちょっとね、私喉のチューニング間違えてホイッスルボイス出しちゃったんですけど、ホイッスルボイス出せる方々はね、これよくあるかなと思うんですけどね、あれあれですよね。すみません、失礼しました。まあ、今日はね、何してるかってことなんですけど、まあ、タイトルにもねなってると思うんですけど、まあ、ヤバすぎる、まあ、女性アイドルの方をですね見つけてしまいまして、もうとにかくすげえデスボイス出すんですよ。もう耳を疑う、もう疑ってしかいない。もう本当にそれを見つけてから耳、本当にこれ耳かみたいな、常にそういう疑念とともに、生きてます、その動画を。まあ見つけたとは言ってもね、もともと存じ上げてはいたし、まあ結構前からね、その動画知ってるんですけど、さすがにちょっとそろそろ僕のチャンネルをご覧の方々にもシェアしなあかんと、まあ使命感に駆られてですね、今こうして動画を回してるわけで、ございます。まあそんな感じでね、このチャンネルでは日々発生関係のお話なんかを主にしておりますんで、あと歌ってみた動画とかね上げたりしておりますんで、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。というわけで、じゃあ早速見ていきましょうか。今回ご紹介するのはこちらの動画となっております。なんかね、お姉さんが映ってますよね。このお姉さんがどうしたんだっていう話になりますよね。この素敵なお姉様は、アイドルグループのブロークンバイザースクリームの、すいません、向こうが長くて、すいません、失礼しました。ブロークンバイザースクリームのイオさんという方ですね。この方のグロールがね、もう、とにかくすごいのよ。すごいから聞いてほしいのよ。まあグロールっていうのはね、僕のチャンネルでもたびたびご説明させていただいてるんですけど、まあ低くこう、こもったような音全般のことを指すことが多いです。そんなサウンドですね。多分ね、皆さんがデスボイスって言われた時に、真っ先に想像するような声のことだと思っていただいて差し支えないと思います。てなわけで、死の子の様子に早速聞いていきたいと思います。いきますね。いやいやいや。何かおかしいことが起きてるんだよ、すでに。あれ？獣いる？みたいな。大丈夫かな、ちょっとすでに心配を匂わせるっていうか。まあね、このツイートをね、拝見するとさ、スクリームはどうやって出しますかっていうその質問に対して、そのまず悪魔を降臨させますっていう文言がさ記されてるわけなんだけど、多分その作業なんだろうねこれ。悪魔を憑依させてるっていう、そういうイタコさんみたいな、そういう作業を多分これやってるんだろうな。確かに降臨してる。特級呪霊の匂いがプンプンするんだよ、もう。多分ね、こういうノイズの種類だと思うんですけど、これをね、女性でできる方ってね、まあなかなかいらっしゃらないんですよ。まあ男性もね、そうなんだけど、ここまで、喉深く使うのって、まあ難しいんですね。結構喉を寄せたり、引っ張ったりっていうポジションが結構シビアな部分で必要になってきて、結構間違えるとね、喉痛めちゃったりとかするリスクもあるんですけど、まあね、どっちかっていうとテクニックもそうなんだけど、筋力が結構いる系の動作になります。もうこの時点で結構すごいことしちゃってるっていうね、状態なんですね。うん。じゃあ続き見ていきましょうか。いや、ちょっと待って。違うんだって。みんな違うんだよ。みんな違うの。多分今さ、ちょっとこのシークバーを巻き戻して、もう一回見ようってなってる人が多分今めっちゃいると思うんですけど。大丈夫。もう一回、僕ももう一回見たいから、一緒に見ましょう。ちょっと待って。戻すから。もうさ、高架下なんだよ。電車通ったみたいになってんだよ。こういう感じです。びっくりせん？びっくりしますよね。フェイクなんじゃねえかって思いますよね。フェイクじゃないんだな、これが。イオさんね。この、今ね、今ご紹介したイオさんね。ツイッターの自己紹介文に、I am strong って書いてあるんですけど、もうその通り。もう強すぎるんだわ。もう一回ね、申し上げるんですけど、フェイクじゃないですからね、これ。でね、まあもちろん、冒頭にも、ご説明したんですけど、女性の方ですからね。で、まあ失礼に当たるかもしれないけど、やっぱり、女性の場合ね、やっぱりその、男性よりは声が高い人が、まあ、ほとんどだとは思うんですよね。なので、まあ、こういう、すっごい低い成分、ローを含んだサウンドが出てくるって、なかなか想像にしないから、そのギャップがもうすごい、振り幅なんだよね。で、本当にフェイクじゃなくて、ね、概要欄に貼っておくんですけど、BBTS さんの楽曲の中でもうちゃんとこういう発声をされてるし、歌詞をこれで追って、らっしゃるんですよね。以前、僕のチャンネルでご紹介したアレックス・テリブルね、ロシアの怪物ご紹介したじゃないですか。彼とまあ同じようなノイズの乗せ方、同じようなっていうとあれだけど近いようなノイズの乗せ方をされています。実はね、もうね、声の押し引きなんですよこれは。もうめちゃくちゃ引いてるけど負けないぐらいめちゃくちゃ押したいの。もう綱引きみたいな感じで、
その両方のステータスをマックスまで振り切るとこんな感じになっていくんですけど、女性の場合はですね、この引くっていう動作はまだしも、押すっていう動作に対して割とその苦手意識を持ってる人が多くて、まあ地声を分厚く鳴らすっていうか、そういう表現もできるんだけれども、そういうのが苦手な方が多いんですが、もうヨネーさんはね、振り切ってる振り切ってらっしゃる、本当に。まあね、詳しい内容とかレッスン領域になっちゃうので、まあ動画の中でね、お話しできる範囲にはなっちゃうんですけど、まあ喉の普段の使い方によって、もちろん得て増えてっていうのはクリーンとかと同じように出てくるんですけど、まあ基本的にトレーニングすればほとんどの人ができるようになると思っていただいても差し支えないと思います。まあこういう動作得意系の人で言うと、やっぱり普段から結構声でかめにお話ししてらっしゃる方とか、声でかいねって言われる僕みたいなねやつとか、結構地声太い人みたいな方が得意だったりはします。で、ね、息の量とかはもう本当に普通の一般的なクリーンと言われる時の息の量の3倍4倍ぐらい使っちゃうイメージで、最初はやっていくといいと思いますね。最初から省エネでやろうとするとあんまりいいことないんです。喉痛めちゃったりとかのリスクが逆に上がったりします。で、まあ響きで言うと、もう下方です。めちゃくちゃ下の方にしっかり構えてあげて、それをキープしたまま押してあげて、こういうなりっていうのは作っていきやすいです。かなり下声帯をね強く寄せてあげる必要があるので、そのあたりもやっぱりさっき申し上げましたけども、ちょっとトレーニング要素が結構多いので、粘り強く練習して喉のね怪我に気をつけながら練習してみてください。あとね、うまくできるようになってくると息はね全然漏れなくなるので、結構ね多分当てはまる方多いと思うんですけど、デスボイスの練習してる時に息があまりに漏れてる場合、それはなんかがおかしいから、ちょっとこう見直してみるといいかもしれないです。ちょっとね、息がね無駄にやっぱり漏れないです。まあクリントンとかと同じなんですけどね、のでその辺とかも練習される際に、独学でねやられる際はチェック事項にすると良いかもしれないですって感じで、ちょっと軽くねご説明も入れたところで、この BBTS さんね、もう一人スクリームパートの方がいらっしゃって、他にもねクリーンパートももちろん普通に楽曲内にはあるんですけど、もう一人スクリーム担当の方、神楽さんって方がいらっしゃって、まあクリーントーンをベースにイオさんが低いデスボイスを担当されてて、神楽さんが高いとこシャ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 っていうのをね、キャキャキャっていうのを担当されてるみたいな、そんな感じなんですよね。で、その神楽さんもね、高いシャウト上手いのよ。めちゃくちゃ上手いの。もうめっちゃソリッドで全然無駄がないんですよ。もうさ、こいつの話無駄ばっかじゃないですか。無駄ばっかなんですけど、神楽さんのシャウトはそれに比べてもうめちゃくちゃこう無駄を削ぎ落とした感じで、もうすごいこう突き刺さるような鋭いシャウトされる方なんですよ。やっぱね、それもねテクニカルなんで、その低いイオさんのシャウトと神楽さんの高いシャウトのコントラスト、それからそこにこうクリントンが混ざってくるっていう、そのオリジナルブレンドね、もう芳醇な香りなので概要欄からね、皆さんもぜひチェックしていただければなと思います。違う、またまた。はい、というわけで、今日はね、びっくり女性スクリーマーということで、BBTS のイオお姉様をご紹介させていただきました。いや、びっくりしたね。びっくりした。これ何度見てもびっくりするわ。中毒性ある。ちょっと負けてらんないんで、僕も練習、頑張ります。ね、今日の動画ご覧いただいて、他の人の紹介も見たいぞとか、他の人の発声も解説してくれとか、そういうのもありましたらね、ぜひグッドボタンとか、コメント、チャンネル登録お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。あとね、インスタとか、ツイッターとか、僕やっておりますので、そっちもフォローしてくれると嬉しいです。というわけでまたお会いしましょう。マホンでした。バイバイ。